よし、やっていきます。はい、持ってきました。これでどう？お、ライザ、こいつが例の。うん、前のよりさらに強力な蒔絵。多分、これで不良も解決するはずだよ。おお、ありがとうよ。早速、明日の寮で試させてもらうぜ。明日の寮、今何時だっけ？どれくらい効果があったか、また明日聞かせてね。今朝の9時か。ということは、1日経ってからか。ねえ、どこに行くんだい？まあ、ちょっと、適当なところに最初に行くか。何が起こるか楽しみだな。時間を見たこう。朝の9時だったか、多分、まあ明日の朝ぐらいでいいかな。寮は、朝早いって言いますからね。あ、でも、開始が早いだけで、別に終わるのは早いわけじゃないか。何時くらいに終わるのかな。まあ、多分明日行けば、時間問題はないと思うんですけども。結構そろそろね、最終で、じゃない、カゴの容量がちょっと足りないなと感じてきております。こっちに行って、どっちだ？こっちで、行って、で、こっちに行って、よーいしょ！よーいしょ！で、持ち物変えて、ちょっと失敗したけど、まあ、行くよ。行きます。おや。ライザ、一緒に。それ。行くよ。おや。今がチャンスね。それ。せい。それ。せい。行くよ。行きます。あと少しかな。もう終わりかよ。演奏も上手くなってるかな。で、ここで採取して帰りますか。はい。多分これでちょうどいいぐらいになると思うんですが。よーいしょ！よーいしょ！多分カゴ、まあまだ若干空きありますけど。ねえ、どこに行くんだい？これで一回、アトリエに戻って、明日の朝ぐらいまで。休まるね。どこに行くの？こう、時間とかを気にしないでいいっていうのが非常に。待って、ここでいいよね。
餌の効果はどうだった？ライザか。ダメだな、小魚一匹かからねえ。一体どうなってやがんだ？魚がいないんじゃないですか？本当にもらった薪は前のより強力なのか？そのはずなんだけど。それでもダメってことは、潮目がどうこうじゃなく、本当に魚が減ってる？ブツブツ言ってねえで、なんとかしてくれよ。錬金術ってもっと他になんかできねえのか？勝手ばっか言うなよ。あんたたちのためにライザは餌を作ってやってんだろ。それに強力な餌を使っても魚がかからないのはやっぱり外界の魔物が。またそれか。いい加減聞き飽きちまったよ。じゃあな、俺たちは後のことを考えなきゃなんね。あんな言い方しなくても。生活が追い詰められてるってのもあるんだろうけど、それにしたってね。流退治してもまだこんな扱いかよ、クソ。村の連中にとって私たちはいつまで経ってもその辺をうろついてる子供なのかな。うん、なんかぼやっとしますけど、はい、アトリエに戻れと。よし、行くぞ。そんなわけで誰も話を聞いてくれなくて。まあ大人の方が目先のことしか見ていないってのはよくあることだ。私が話を聞かせるなら、そうだな、お前たちの強さを目の当たりにした守り手たちにいい噂を広めさせてから、もったいつけて依頼を受ける。あ、評判が自然と高まるのを期待しているお前たちは、まだまだ不満に思っている通りの子供ってわけだ。ああ、何かしなくちゃいけないと。行動に移さないといけないと。さて、無駄話はこれくらいにして、私からも一つお前に頼みがある。村の中心人物に会わせてくれないか？中心人物というと？簡単に言えばお偉いさん方だな。発言力や決定権のある人間がいい。会ってくれますかね？なるほど。一応コロにも声をかけてみるけど、やっぱり実力者ってことならモリッツさんかな。モリッツ・ブルネン氏、水源を握る村の顔役か。熱心だが強引な人らしいな。そうそう、何かと言っちゃ威張るんだよね。なんでわざわざモリッツさんと話したいの？門の調査にそろそろ拉致を開けようと思ってな。立場のある人間から遺跡の話を聞いておきたい。何も聞き出せない気がしますけど。ブルネン家が邸宅を構える高台は、うん、島でも特に古い遺跡が集まる場所らしいし、ちょうどいい。トレッペの高台ね。文字のかすれた記念碑だの、枯れた大噴水だの、古ぼけたものばっかり集まってるよ。しかもなんとなくブルネン家のものって扱いになってんだよね。ふん、そんなお偉いさんの敷地を無断で調べたりしたら、文句を言われるどころか島を追い出されかねんだろ。あ、そういえばあそこの場所ちょっと調べきれてない場所、ん？調べきれてないんですよね。とりあえず許可とまではいかなくても、後でとぼけるための現地くらいは取っておかないとな。ふふん、子供にできないことがよくできますこと。さすが大人は違いますね。いい加減機嫌を直せ。飴でもやろうか？分かっててからかってるでしょ。でも甘いものが好きなんでしたっけ？まあいいわ。とにかくトレッペの高台に行こう。はい。どこに行こうかな。じゃあ、それで
流れ者がわしらに一体何の用かな。ご老中はともかく、このモリッツブルネンは村を取り仕切る仕事で忙しいのだがな。そうやっていちいち偉さアピールするんだからさ。何か言ったか。いいえ、なんでも時間を取ってもらってありがとうございます。あ、取ってくれたんですね。うん、一応ボースを救った功績があるからな。多少の無理はまあ聞いてやらんでもない。では単刀直入にお尋ねしますが、この島近辺の大規模なクリント王国の遺跡をご存知ありませんか。確か遺跡調査が目的で滞在しとるのだったな。そんなもの島中に溢れとるではないか。それら日常的に触れる場所にあるものとは違う遺跡らしい遺跡も調査しようと考えておりまして。見せ物にでもするつもりか。あいにくと心当たりはないな。よそ者に村の周りを引っかき回されてはかなわん。竜の剣とて旅商人の行き来が原因かもしれんのじゃ、うん、この人は考え方がなんか固いというか。その発想は古い。金と物を流通させる旅商人は今や村の生活を支えるのに不可欠な存在ですぞ。モリッツさんのこういう考え方だけは嫌いじゃないかな。まあ考え方だけは。そんな不らちな考えを持っておるから村に災いが降りかかるのじゃ。なあ、喧嘩は良くない。私はただ遺跡についての詳しい情報が村にないか聞きたいだけなのです。古城については竜を威風する以外の伝承はないようですし、禁足地となっている街道の西側も。まさか悪魔の野にまで踏み入るつもりか。悪魔の呪いを島に呼び込む気か。この罰当たりめ。まあまあ、しかしその土地に伝わる禁忌をよそ者が安易に破ろうとするのは感心せんな。申し訳ない、配慮不足でした。では島内のこのトレッペの高台付近だけでも調査の許可をいただけませんか。な、ここは現在ブルネン家の邸宅がある場所なので、まずあなたに話を通しておこうかと。ふざけるな、この流れ者め。私がおとなしく聞いていれば調子に乗りよって。モリッツさん、なんかまずいことでも。とっとと帰れ。島での好き勝手は私が絶対に許さんから。そう思え。わかりました、調査については諦めましょう。それでは失礼いたします。え、な、何、どういう。いいから帰るぞライザー。とりあえず島の船着き場のリラと合流しよう。父さん、少し話があるんだが、いいか。うん、なんか嫌な予感が。嫌な予感しかしないけど。ねえ、どこに行くんだい？空間校。よし、行くぞ。さんがそんなに怒るなんて一体どういうことなんだろう。まあ常に怒ってる感じはするけど、なんかさらに怒ってるって感じでしたね。どうせ調べられたら困る後ろ暗いところでもあんだろ。秘密の金庫でも隠してんじゃねえの。アンペルさんは調査を諦めちゃったんですか。門は絶対に探し出さなきゃいけないんじゃ。フィルフサが出たのは島の外だからな。今のところ無理してトレッペの高台を調べる必要はない。ならまだいいけど。ああ、なんかすっきりしねえな。そうですね、島の外の遺跡は僕らも全然知らないから探索の役に立てないのが歯がゆいね。何、
すぐ自分の足で探し出してみせるさ。それまで腕を磨いて。どうしたの？いや、あそこ。リラさんとどっかの子供かな。珍しい取り合わせだね。どっかの子供って前の人だったらわかるんじゃないのかな。リラさん。ああ、お前たち戻ってきたか。でっかいの。は？でっかいのが水の中にいたの。浮かんですぐ消えちゃった。でっかいのが水の中に？リラさん、それってもしかして。詳しく聞いてみたが、特徴が合致した。外界の魔物、それもかなりの大型だ。本当に入り込んでたんだ。急いで漁師さんたちに伝えないと。もう伝えたが、子供の言うこと見間違いだと誰も聞く耳を持たなかった。またかよ、畜生。なんでどいつもこいつも。おそらく湖の魚を食い尽くして水面近くまで浮上したのだろう。陸に上がるのも時間の問題だ。陸に上がるって、陸の上も歩けるの？そんな魔物一体どうすれば。村の人間が外界の魔物の存在を信じない以上、ライザ、お前の力を頼るしかない。倒せってことかな。私を？はい、アタトリエに。どこに行くの？よし。一日って書いてあったから朝まで休めばいいかな。ライザ、少しいいか。ん、何？ここに書いてあるものを調合してほしいんだ。今のお前ならだいたい作り方も察しがつくだろう。この成分は香水というか香料？多分できると思う。そう軽く言えるお前が同じ錬金術師として羨ましいよ。アンペルさん、その腕治らないの？腕の神経がズタズタになっていてな。今の医学じゃまず完治は無理だろう。錬金術ならどう？お前が超超高度な錬金術を扱えるようになれば可能性はないでもない程度かな。超超高度、うん、こんな話をしたこと、リラには黙っていてくれよ。未練がましい男だと怒られてしまう。未練がましいと、頑張るよ。まずはこの香料、そしていつかは。何、ユーマコ？これを作れば多分いいと思うんですけど。60以上か。作れる？どこに入れ、さあ何を入れよう。60以上だよね。いいものできそうだよ。さあ何を入れよう。さあこれで品質上げてったらいいのかな。いいものできそうな予感。上がってるこれ。60いくかこれ。さあ何を入れよう。さあ、あこれでいっか。あでもちょっともったいないかな。さあ何を入れよう。こっちの方がいいか。何を入れるのかよ。
とはいえ。ここで品質上げた方がいいか。これでちょうど60なので、これでいいか。できたけど、アンペルさんどこだっけ？だ。なんだ。これでどうだろう。ちょうど60です。アンペルさん、できたよ。まずはこれから。まずは？こっちの話だ。気にするな。結局その香料、何に使うものなの？保険のようなものだ。まあないよりはあった方がいい程度のな。保険？ところで外界の魔物の件だが、まだあれ以降の目撃例はないようだ。私も沿岸を見回ってはいるが、奴の習性として陸に上がるときはまずは潜伏してから標的の隙をついていきなり襲いかかってくるらしい。ほう。今からでも警告した方が。でもやっぱり無駄なのかな。ダメだと思うな。私たちのような予測が危険を触れ回っても、かえって固くなりなる場合が多いし、難しいところだな。まあそのための保険だ。またそういう二人だけで分かったような会話を。大人ってほんと持って回った言い方が好きだよね。はい、村の中心、ボーデン地区。どこに行こうかな。よし、行くぞ。ライザ。ああ。アガテ姉さん、どうしたの？難しい顔して。またなんかちょっと不穏な。BGM が。こういう話は私も好かんが、一応お前の耳には入れておこうと思ってな。何の話？このところ漁師の集落や船着き場で妙な噂が流れている。噂？ああ、流れ物の錬金術師がよからぬことをしたせいで湖から魚がいなくなったという噂だ。流れ物の錬金術師ってアンペルさんのこと？誰がそんなデタラメを。アンペルさんがそんなことするわけが。私もそう思っているが、事実として噂は流れていて、一部の漁師も信じてしまっている。なんで？実際に錬金術師殿と身近に接し、その人となりを知っている人間はそう多くない。そういうよく知らないよそ者がうろついているときに自分たちに災難が降りかかった。まあ偶然に偶然が重な、まあ偶然じゃないけど、そういうような感じですかね。人間というのは安直に双方を結びつけて考えてしまうものなんだ。あ、それは人によるんじゃないかな。あの二人がこの辺りの水辺をうろついていることは私の耳にも入っている。それで漁師たちも。あれは外界の魔物が湖に入ってきたから見回ってくれてるんだよ。それも錬金術師が吹き込んだ嘘と言われているな。私他の場所も調べてくる。ライザ、むやみに動き回るな。と言っても無駄か。何か私にもできることは。どこ行けばいいんだろう。どこに行こうかな。ラーゼン地区。よし、行くぞ。ここはライザちゃんの家があるとこだったような気がしますけど、でも全然家に帰ってないな。ライザ、ちょっと。お母さん、何？今忙しいんだけど。お前が付き合ってるアンペルだっけ？その
錬金術師は大丈夫なのかい？大丈夫って何が？なんだかみんなが噂してるよ。竜を暴れさせてるとか魚を消してるとか。噂が好きだな。お母さんまでそんな噂を？お前があちこち出歩いてることは知ってるけど、まさかそんなことに加担なんかしてないだろうね。お母さん、なんでアンペルさんが悪いことしてるって決めつけて話してんのよ。そりゃ誰だって怪しく思うだろう。わけのわからないまじないで物を作るような連中は。だから錬金術は。こんにちは、ミオさん。ちょっとライザー借りますね。ちょ、あんたたち何すんのよ、いきなり。お母さんはアンペルさんや錬金術のことを。噂話のせいでひどいこと言われたんでしょ。あの噂、村中に広がってるみたいなの。みんなのところでも？俺も親父にぶん殴られたよ。妙な流れ者と付き合って俺の顔を潰すな、だとさ。笑わせるぜ。潰れる顔があるほど真っ当な人間かよ。タオやクラウディアも何か言われたりしたの？僕の方は怪しい連中と付き合うようになったのは軽々しく地下書庫に入れたせいだったってさ。その場はごまかして逃げてきたけど、このままじゃ書庫に出入り禁止になるかも。私はお父さんからアンペルさんが湖に毒を流したって噂が船着き場で流れてるって。これあの人たち、あの親子なんか関係してるんじゃないかな。ひどい。お父さんはアンペルさんたちと付き合いがあるから信じてないけど、船を使う人は騒ぎ始めてるみたい。いきなり偶然こんなことになるわけがない。きっと何か理由じゃない。誰か、まさか。な、いくらあいつでもそこまでするわけ。とにかく僕らでもうちょっと調べてみよう。とは言われても池と言われるところを、空源港ですね。どこに行こうかな。よし、そうか、わかった。あとは私の方でも調べておこう。ああ、頼むぜ、アガーテ。あんたも守り手なら、ああいう怪しい奴らこそ取り締まってくれよな。アガーテ姉さん、島中で。わかってる。その様子だと、いろいろ聞いたみたいだね。私も調べてみたが、どうもあの噂、意図的に広められたようだ。漁師をはじめ、村中を念入りにな。意図的に…それってもしかして。そのくせやり口がすぐバレるほどにずさんなのは、まだまだあいつも子供ということか。あいつって？ああ、文字通りにあちこち駆け回って噂を広めていたのはランバーだ。じゃあやっぱりボスが。待った待った、落ち着いて。レント、落ち着け。ふざけるな。今度こそ本当に見損なったぞ、あの野郎。そりゃ僕だってみんな。もうただの喧嘩では済みそうにないが、ライザーどうする？まずボスに会う。話はそれから。ブルネンテ。ねえ、どこに行くんだい？よーし。これ仲直りできるんですかね。モリッツさん、ボスはどこですか？誰だ？うちの庭で騒がしくしとるのは。お前ら悪童どもが揃って何の用だ。バレンツのお嬢さんも
こんな連中と一緒にいるとよからぬ噂が流れますぞ。あんたらが噂を流すからな。何？えい、わけのわからんこと言いよって。あれ、お前たちもここでがなり立てる暇があったら流れ者にこの書面を届けてこい。これは村会への召喚状？村会って村の問題を話し合う集まりじゃ。そうとも、村の平穏を乱すよそ者の処分を決める。結果の通達にとどめず当人を呼んでやるのは私の慈悲だ。ふざけんな。何が慈悲だ。なんだ、このモリッツ・ブルネンに逆らうつもりか。待って、レント君、モリッツさんは何も知らないみたい。それに暴れたりしたら二人がもっと不利になるよ。そうだよ、ここは抑えて。悪党どもめ、とにかく召喚状は渡したぞ。流れ者はどこにいるかもわからんから困ったものだ。モリッツさん、まだ答えてもらってません。答え？何のことだ。ボースはどこにいるんです。さあな、私は知らん。知らんぞ。ボース、言いたいことがあるんなら私たちの前で自分の口で言ってみなさいよ。総会にはちゃんと出てきなさいよ。表情がなんかちょっと若干取り柄に戻ります。どこに行くの。よし、行くぞ。損壊ね。悪印象を与えたと思ってはいたが、吊るし上げを食らうほどだったとはな。召喚状とは随分と形式ばったことだ。それとも案外きっちりした性格の男なのか。権力を振りかざすのを楽しんでるだけさ。ごめん、二人とも、なんだか村全体で二人をいじめてるみたいになっちゃって。そうしょげるな。流れ者が立ち寄った場所で騒ぎの原因に仕立て上げられるのはよくあることだ。ああ、よくあることですか。実際私たちも何度か経験している。ああ、本当に原因だったこともあるしな。ああ、そうなんだ。村会には本当に出るんですか。言いがかりだってことは明白なのに。もし逃げたらもっと立場が悪くなるんだから、出ないわけにはいかないだろう。でも公正な話し合いになんかなりっこないよ。そんなところで村を追放なんて決められたら。今もここに隠れ住んでいるからそんなに変わりはしないが、まあ悪あがきはしてみるさ。門を発見し封印するまでは何としてもこの地にとどまる必要があるからな。そこまで門にこだわる理由って何だろう。この前はちゃんと教えてくれなかったけど。封印か。いつのことになるんだろう。まだ見つけてすらいないのに。私が村を離れるまでに見つけられるのかな。未来の話よりまず目先の損壊だな。頼むぞリラ、くれぐれも安全第一にな。それは何があっても暴れたりしないようにってことですかね。わかっている。余計な念押しだ。何の話？こっちの話でもないか。お前の作ってくれた保険の使い時が来たってことだ。ん？はい、おう、どこに行く？はい、じゃあまた向かいますか。これより緊急の村会を開会する。進行は我が息子ボースブルネンが務める。いいの？子供に任せて。今度は逃げずに来たのね。俺は逃げたりなんかしない。大事な時は。議題はこのところ村に頻発する災害と
村に滞在する錬金術師との関連についてだ。竜の出現、奇妙な不良、どちらもこの錬金術師と連れの女が来てから起こっている。アンペルさんたちが災害の原因って決めつける理由はそれだけ？むちゃくちゃな言いがかりよ。こいつらは村や近隣の遺跡を探り歩いている。村人が触れてはならないと思うところにも武作法に。そうだ、奴らは我々が遺跡を尊ぶ気持ちなど気にも留めず平気で踏み荒らそうとしておる。流星の古城にも何か細工して村の守護獣である竜を怒らせたに違いない。あ、確かに今まで暴れたことなどなかった竜が急に暴れ出すなど明らかにおかしい。この人は黙っててほしいな。フィルサやモンのことが言えればいいのに。こやつは以前村の禁忌たる悪魔の野に踏み込もうとすらしておった。一体何を企んでおるのか。村の禁忌を平気で踏みにじろうとするよそ者、これだけでも追放に等しいが、何よりもう一つ錬金術という怪しいまじないだ。な、漁師に聞けば不良に陥る前ライザが作った蒔絵を湖に撒いたそうだが、間違いないな。それはその通りだけど、ちゃんと効き目は。しばらくは効き目もあったそうだが、やがて小魚一匹取れなくなったのはみんなも知っての通りだ。あれは湖に外界の魔物が入ってきたからで、私の蒔絵とは関係ない。そんな絵空ごとを誰が信じる。怪しげな薬、いや毒を撒いたせいで魚が消えた考えるのが自然だ。そのライザの毒はどうやって作られたのか、そこにいる流れ者が授けた錬金術によってだ。ボース、あんたまさか錬金術を悪役に。竜を狂わせた遺跡の細工、魚を消した毒の調合、どちらにもその錬金術師が絡んでいる。なるほど、全ての元凶は。私はここに流れ者二人の島からの追放、並びに村における錬金術の使用禁止を提案する。ボース、はあ、どうだライザ、これで全部元に。大変だモリッツさん。なんだ創造主、今まさに損壊の決議が出ようというところなのに。それどころじゃない、港に見たこともない巨大な魔物が現れたんだ。何？そんなバカな。ライザの言った通りだったな。竜騒ぎも私とは無関係だが、まあそれよりも今こそ錬金術を役立てる時だよな。ライザ行ってこい。わかった、任せて。あれの私アイテムでなんか呼んだみたいな感じかな多分。どこだ。ねえどこに行くんだい。よし、来たな、ライザ。なんだか、とんでもないことになっちゃってるよ。どうなってる？見て、あそこ。ん？なんか毒々しい魚が。あ、これが魔物かな？大きいな。船着き場に突っ込んでくる気か。の方に向かってる。上陸しやすい場所を探してるのかも。追いかけよう。リラさん、こっちに魔物が向かってきてるよ。だろうな、あいつは間もなくここに上がってくる。
そこの守り手、私と逃げ遅れた村人の有無を確認するぞ。それは確かに重要だが、ライザたちに魔物を押し付けるのか。押し付けるのではない、任せるんだ。やれるな、お前たち。まあ頑張ってみます。ああ、竜退治だってできたんだ。今度もやってやる。ああ、なんとなく分かってたのに、なんでここまで流されちゃうかな。それってきっと仲間を見捨てておけないからだよ。ここで勝てばダメなこと全部ひっくり返せるはず。かっこよくは言えないけど、みんな力を貸して。わかった。必ず勝とうね。それとりあえずこれか。結構痛いな。ライザ、一緒に。それ。当たれ。おや。それ。行きます。ライザ、頼んだ。はい。おや。それ、これならどう？おや。ヘッドで。いけるかな？これ HP が分かるのはいいですね。さあ、どんどん進もう。どうだ、今度も倒せたぞ。なかなかのもんじゃないか、俺たち。やっぱり信じられないけど、見事だったぞ。お前たち、村人も早めに避難させておいたから怪我人はいない。どうも。早めに開会の魔物が本当に湖に入り込んでたこと、かなり乱暴な手段だけど証明できたかな。俺たちが一人前以上になったことも多分。あれがでも外界の魔物でいいのかな。錬金術で倒したってこともアピールできれば損壊で有利になるんじゃないかな。損壊、うん、倒せた後だから言うけど、いいタイミングで襲ってきてくれたわね。ああ、いざおびき出したら予想より大きくてどうなることかと気をもんだが、取り越し苦労だったな。おびき出す？以前お前に作らせた保険だが、あれは海辺の地域で使われる魔物寄せの香料だ。いいタイミングにするためのな。あ、なんとなく感づいていたけど、うん。なんだそりゃ。こういうここで使われるとは思わなかったな。だからアンペルさんは損壊に呼び出された時も余裕だったんですね。僕らは最初からアンペルさんとリラさんの手のひらの上で踊ってたってこと？どの道魔物は退治する必要があったし、守り手も引き離したからお前たちだけの手柄になった。避けぬ事態を効率的に利用したということだ。結果我々の立場は強化され、今後も動きやすくなる。うん、まあ、ただ立場が悪くなった人もいるんじゃないかな。ライザ、その大人からの助言だが、仕上げはまだだ。アンペルト、お前自身の名誉を救ってこい。はい。はい。ねえ、どこに行くんだい？ああ、これ一回どこに行こうかな。ここに戻ったら。アンペルさんいたりしないよね。さすがに
さすがに。あれ、リリアさんはここにいるな。さすがにいないよね。うん。よっしゃ、や。特に特に。まあリラさんがここにいるのは意外でしたけど、まあ行きましょう。よし。アンペルさん待たせるのは悪いからね。ライザリンシュタウト、ただいま戻りました。おお、それで魔物は見事に彼ら4人で打ち果たしました。はい、錬金術を使ってです。おお、なんと見事じゃ錬金術師。いや、さっきはわしも少し言い過ぎたかもしれん。私たちの言ってたこと分かってもらえましたか？外界の魔物はいたんです。錬金術で毒を作ったわけでもないし、竜にも細工なんかしてません。まあ竜のことは今ので証明できてはいないと 思いますが。どうして私たちを貶める噂が突然広まったのか、そっちの方が村にとっての問題じゃないですか。何、どういうことじゃ。すでに私が調べています。ゴースがランバーを使って彼らのよからぬ噂を流していたのです。モリッツ、ボース、それは本当か。なぜそのような嘘をついてまで損壊を開いた。ボース、答えて。なんでこんな損壊まで開いて私たちを。あの、もう一人のあれは。こんなことしなくても私たちに直接。それともやっぱり借り物の力がなきゃ何もできないの。違う、俺はやっぱり逃げてんじゃない、ボスのバカ。ライザ、損壊はこれにて閉会とする。めでたしめでたしとは行かなかったか。アトレイに戻る。おう、どこに行く。よし、行くぞ。損壊で何かあったのか。すべての面で我々の有利になるよう動いたはずだが。損壊自体は上々の結果だったぞ。だが私に力がないのがいけないのかな。もっと錬金術師として周りに頼られる立場だったら、ボスも上から押さえつけようなんて思わなかったかも。まず過去に何があったか、それを明らかにしないとなんか始まらない気がしますけどね。言いづらいかもしれないけど、なんかアドバイスとかくれるかもしれないですしね。ならそうなれるよう努力することだな。これをやろう。前に渡したものよりさらに難しい調合が記されている。そこに載っている調合を実践できるようになれ。そうすりゃ文句を言うやつの正面に立てる程度には評判も信頼も得られるだろうよ。アンペルさん、ありがとう。頑張るよ。なんかいろいろ、はい、あ、いずれかを作るか。できるかな。どうしようかな。
このスタルチームっていうの作れないから、これどうやって作ればいいのかな。あ、これは作れるな。多分、ああ、こっから作れるのか。いや、ずーっとね、どうやって作れるんだろうって。うん、なんか、上の武器とか作るのにもなんか必要なんで、防具もか。いろいろなもの作るのに必要になってくるな。とりあえず、作れるやつ、これ作ればいいかな。どこにしよう。まあ、高品質でいいか。いいもの、できそうな予感。おお、いい感じかも。これ回復アイテムか。どれがいいかな。そっ、回復アイテムだな。回復力上昇。どれがいいかな。品質上げ、これでいいかな。これでどうだ、うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。ライザー、とんでもないことになっちまった。何、いきなり。今度はタコの魔物でも上がってきたの。そういうのじゃなくて、今島中が大騒ぎになってるの。どう大騒ぎに。ボースがいなくなっちゃったんだよ。あ、はい。何、どういうこと。知らねえよ。ランバーを連れてどこかに行っちまったらしい。お父さんから聞いた話だと、書き置きを残してるから自分の意思でどこかに行ったみたいだって。書き置き、内容はわかるか。はい、確か自分の力でブルネン家の男にふさわしい働きをだとか。あのバカ、そんな無茶して何になるのよ。どうせ大した当てもないくせに。しょうがねえ、俺たちも探すぞ。わかってる。あのボスを探してやるというのか。ひどい目に遭わされた当のお前たちが。そういうものなんだよ。腐れ縁ってやつかな。自分もリラさんと同じ気持ちだな。やっぱりみんなボス君のこととも。ああ聞きたくない。とにかく探す。探して言い聞かせてやる。何があったのかな。でも子供の喧嘩とかそんな感じかな。島からいなくなったんなら対岸のこっち側に来てるはずだ。岸辺を片っ端から当たってみようぜ。ま、こういう時くらいは協力してやるか。ブルネン家に恩も売れるだろう。アンペル、そういうひねた物言いは時と場合を考えろ。少年少女に軽蔑されるぞ。すまん。捜索なら私とリラも加わろう。私は腕の怪我で戦えないが。問題ない、その分は私が引き受ける。じゃあ行くよ、みんな船着き場の方に出てみよう。あリアさんが。スキルレベルを上げることで専用の状態変化である精霊を、対応する属性の耐性が上昇し追加ダメージが付与。あと、はい、相手の弱点に合わせて適切な。ねえアンペルさん、今更なんだけど、古式ヒグってどういうものなの。ん、そうだな、一度おさらいしておくか。古式ヒグってのは、遥か昔に作られた凄まじい力を秘めた道具のことだ。それはちょっと覚えてるな。流星の古城で見つけた動力炉とか、
あと最初にアンペルさんからもらった道具もそうだよね。うん、最初の時に確かなんかそういう説明を受けたような気がします。ああ、五色ヒグはその原理から調合の方法に至るまで遥か昔に失われてしまっている。高度な五色ヒグは遺跡探索に一生を捧げても一つ発見できるかどうかってほど稀な代物だ。へえ、僕らって運がいい方なのかな。アンペルさん、古式ヒグって錬金術で生み出されたものではあるんでしょ？ってことは頑張って調合を続けてたらそのうち私も作れちゃったりするのかな。今の時代に作ったら古式じゃないだろう。そうですね、うん、じゃあ新式ヒグ？簡単に言い換えるな、超がつく高度な技術で作られた器物だぞ。私もお前もその域には未だ遠く及ばん。そっか、ちょっと残念。残念？なんだ、もう諦めたのか。え、でも今アンペルさんが遠く及ばんとは言ったが不可能とは言っていない。私は目指し続けるつもりだが、ライザ、お前は？うん、もちろん私だって目指し続けるよ。とりあえず船着き場に行くか。ねえ、どこに行くんだい？はい。よし、行くぞ。私とリラは周りを見てくる。お前たちはここに痕跡がないか探してくれ。少しいいかな、ライザ。ボスのことでしょ。もう話さなきゃダメかな。レント、タオ。はい、いろいろとなんか問題になってるからね、話してもらわないと。クラウディアも、もう話せるくらいには付き合いも深くなったと思うよ。うん。前もって断っとくけど、つまんない話だよ。お願い。子供の頃はボスとも仲が良かったんだ。親の家とか気にせず一緒に抜け出して遊んでてさ。はい。10年くらい前かな。4人で南の水没区画を探検してた時、私が足を滑らせて湖に落ちて。あの辺りは妙に深いところがあって、一度足を取られるともがいてももがいても吸い込まれていっちゃうようで、伸ばした手がかろうじてレントに引っかかって、3人まとめて波に飲まれないよう必死に踏ん張って。3人、いつの間にかボースだけいなくなってたんだ。僕らは見捨てられたみたいに思えて寂しくて。冷たい波でしがみついてた手がしびれてきてよ。もうダメだ、みんな引きずり込まれるってとこで、ボースの呼んできたアガーテ姉さんが俺たち全員まとめて引っ張り上げてくれたんだ。でも俺たちみんなそこに引きずり込まれる寂しさと怖さで怯えきっちまってて、つい叫んでたんだ。なんで一人だけ逃げたんだってさ。ボースの正しさは頭では分かってたんだよ。なのに行っちまった。ボースのやつも大人を探しに行ったんだって怒り返してよ。だってアガーテさんだよね。こんなに年上なのかな。10年前でしょ。うん、覚えてる。本当に大事な時は逃げたりしない。俺はブルネン家の男なんだって。それで喧嘩になったの？いや、ならなかった。なんとなく別れて、本当になんとなく、それっきり付き合わなくなった。お互い気まずくなって、交わす言葉もトゲトゲしくなって、いつの間にか今みたいにいがみ合ってた。多分ボースはあの時からずっと私たちに見せつけたがってたんだと思う。
見せつけるって何を？かっこいいところ、強いところ、すごいところ、そんないろいろ。なるほど。それでお前たちに追い越されることに焦って今度みたいに全部取り上げようとしたわけか。アンペルさん、いつの間に。アンペルさん、新しい足跡を見つけた。二人分だ。向こうの方に歩いていったようだ。向こうの方。向こうってと水没行動か。私、家の都合で昔からよく街道は通ったけど、こうして歩いたことはほとんどないんだよね。ちょっと長くなったから一回切るかな。